はい、あの医療秘書検定の科目や医療事務管理士以下、歯科、調剤などさまざまな医療事務に関する資格の授業を持っています。その他にも、パソコンを使った電子カルテや維持コンピューターの授業も行っています。私が考える一番いいところは、頑張りたいと思える学生を一生懸命応援する先生がたくさんいるところだと思います。私がこの学校を選んだきっかけは、他の学校では取得できない医療秘書検定1級を取得できるからです。好きな授業は1年生で勉強する医療事務が好きです。レセプトっていう業務があるんですけど、最初苦手で放課後居残りとかあったんですけど、先生に細かく教えてもらうことでできるようになって、早く解けることが達成感があって好きです。先生と学生の距離が近いところがすごくいいと思います。プライベートの話だったり、授業とは違うことの話なども先生が一緒にお話ししてくれるので、休み時間などもとても楽しいです。私はたくさんの人を笑顔にしたり、自分がやっていることで影響を与えられるような人になりたいと思っています。私もこの学校の卒業生なんですけども、そもそもここの学校に決めた理由が、グループワークが多くて医療系の学科があるのに45分授業というところに惹かれて入学を決めました。実際にわからない単語とかが最初はすごく多くて大変だったではあるんですけども、45分授業で短期集中型でやることと、グループワークで友達に相談できる環境がとにかく揃っているので、最初は慣れない先生で不安だったりもあったんですが、友達とできるっていうところがすごく良かったです。進路はすごく悩むと思うんですけども、NBC だったら自分がやりたい夢に向かってしっかりと目指すことができるかなと思うので、ぜひ一度オープンキャンパスに来て話を聞いてもらえればいいかなと思います。